どうぞ。失礼します。あ、よろしくお願いします。めっちゃ綺麗なお店、すごい広いですね。すい、いや、ありがとうございます。はい、今日は来ていただいてお願いいたします。すごいですね、テンションこれくらい求められてる。ありがとうございます。じゃあ、奥の方どうぞ。はい、はい、ここは左側の奥に見せていただければ。自己紹介じゃあ、はい、お願いしていいですか。自己紹介。お名前は。はい、マッカリーから来ました吉原さないと申します。はい、今日はせっかくお越しいただいたっていう理由は、今回僕のお店10月1日からビリヤードフィットネスジムアミーっていうことでちょっとオープンするにあたって、ちょっとレッスンのデモンストレーションを、まあ、練習僕もしたいんでそれでまあ来ていただいたと。ちょっと男性はもうちょっと NG なんで、うちの女性だけなんで、もうほんまもう女性しか入れなきゃ。女性しか入れない。初めて聞いた。したい気持ちが。気持ちがよかった。まあじゃあ早速、レッスンしていきたいと思います。準備大丈夫ですか。大丈夫です、はいはい、初めてビリヤードやる方向けにちょっと、いろいろ説明させていただきたいと思います。まず球ですね、ボールをつく棒の名前の説明。まずグリップ、これ球なんですけど、実際球持つ心、グリップで、ジョイントって言って、実はこの球は2つに分かれるんですけど、そのつなぎ目の部分です、はい、で、これを総称してバットって言います。この太い部分ですね、太い下の部分で、次、シャフトっていう部分なんですけど、このフェーラル、なんかフェラーリみたいな名前なんですけど、笑うとこちゃんと笑ってました。笑ってたけどあかんかな思って、はい、なんかプラスチックでできてます。なんか昔は造形やったみたいなんですけど、なんかね、動物愛護的な感じかよくわかんないですけど、今はプラスチック使われてます。で、これタップっていうんですけど、これは動物関係とすごい話してるんですけど、だいたい豚側とか牛側とかでようわかんないです。これ革でできてて、実際にボールが唯一触れる、球とボールが唯一触れるところですごい重要です。で、それを総称してシャフトっていうんです。これをつなげると、一本の球になります。結構長いです。ね、結構長いです。30はありそうですね。ちょっとある。何センチですか ?158 です。158。140センチぐらいかな。合計6個のポケットがあって結構大きいです。セーブル、はい、高さはそんな高いことないかな。ちょっとこんな感じ僕がやるたび女性がやるとすごく絵になる。やってもらいましょう。ほんまダメですよ。腰掛けてあかんねんけど。下に腰掛けますね。鋭的に残すとダメですよ。そう。いい感じになって。すごいこう、ね、綺麗に見えるというか。もともとがね、綺麗なんで。鼻の下伸ばしすぎ。え？鼻の下伸ばしてんの、あえて。伸ばしすぎ。絶対違う。じゃあ戻っていただいて。喋んの疲れるね、結構。説明せんでもええかな。あげられた。で、次、基本レッスンの流れについてなんですけど、ビリヤードフィットネスアミっていうことで、ビリヤードフィットネスっていう名前にしてます。しっくり来ない方の方が多いと思いますし、多分今までないところだと思います。
で、まあ、流れとしては、まあ、10分、最初の10分ですね、あの球を使ったストレッチ運動っていう形で後ほどやります。の10分で、実際に40分間ビリヤードプレスして、最後の、まあ、残った時間をフィットネス、まあ、これはちょっとあの、まあ、ダンベルとかあのぶら下がり健康器具、今流行ってる。じゃあ、開始10分、レッスン開始して開始する前の10分間の、ストレッチの運動を今からちょっとやっていきますので、お願いします。これで準備運動完了、ストレッチ最初の10分完了です。結構温まりますよね、体。そうですね、肩周りがすごいほぐれた感じがします。いや、この肩凝るんで、とりあえずこれワンセットです。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、で、まずビリヤードの構え、このフォームを作るときのフォームの作り方から説明していきたいと思います、はい、じゃあ、まずこのジョイントを緑のところに置いてください。はい、右足の土踏まずを9の、下に置いてください。はい、そのままで、反対の足、左足はそのまま前に進む。はい、反対の手、左手か、はい、グーしてもらって、親指を人差し指をここにつけて、で、その手を、で、そのまま9の下に通してください。はい、っていう感じです。で、その時に、注意することは、肘の角度を90度にする感じです。はい、めっちゃ綺麗、めっちゃうまそう。はい、ここが90度と、あの手のひら、手から肘まで、この間が、これが直角。はい、これがまあ基本フォームです。はい、めっちゃ綺麗。ありがとうございます。はい、めっちゃうまそう。うまそうに見えるってことは、一番いいフォームなので。あ、でも本当、簡単ですね。簡単に。フォームを覚えるの。じゃあ、早速、あのボールをついていきたいと思うんですけど、まあ、さっきちょっとちらっと言ったチョーク、すごい大事です。チョークの持ち方から、はい、はい、チョークは、中指と、親指で、こう、で、人差し指を、あの、押します。で、9、で、横に削る感じ。このチョーク大事です。あの、本当に、一回つくごく塗った方がいいかなって感じですね。はい。さっき言った通りです。さっき言った通りです。大丈夫です、大丈夫です。さっき言った通り、この緑のところに、はい、あ、緑のところに、置きます、はい、きます。で、そこで気をつけする、右手はカバーして気をつける。はい、そうです。はい、で、右足をこのスチームマスを9の真下に置いて、左足をそのまま前に、で、グーしてもらって、まま手を下に入れる。そう、よいしょ。はい、そうです。はい、行きました。まっすぐですか？どうでしょう。はい、まっすぐですね。はい、じゃあ、球を引くっていう動作をするんですけど、はい、
動かします。キーを引くっていうのはこういう動作です。キーを引きます。戻します。引きます。戻します。キーをまっすぐ引くことを結構意識してやってあげるとうまくいきます。まあ、キーをまっすぐ引いて、ボールの真ん中をついてあげる。ほんまに初めてですか？初めてです。初めて入りました。やった。いやー、ナイスです。ありがとうございます。言う通りにしたら不満入ります。そうですね。だからすごい簡単にボールを、まあ、ポケットすることは最初でも最初の方でもできるかなという感じです。はい。感じですね。ではまあいろいろまたあるんですけど、まあ、今日はちょっと初めてなので。これぐらいでしてもらいます、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。はい、じゃあ今日はお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。まあこんな感じで1時間レッスンをしていただきまして、はい、まあ終了ということで、まあこの時に次回またいつするかとか、まあ、決めていただいて、まあ、楽にちょっとやっていければなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに、はい、もしそのレッスン通うとなれば月何回ぐらいとかっていうのは。月基本レッスンのプランは4回、週1回まあちょっと体動かしてビリヤードやって、まあ、帰りましょう長く続けれるように無理せずに、はい、なるかなと思います。お帰りになるそうでお見送りさせていただきます。はい、はい、どうぞ。これ撮ってくれてる？これ手作りやし。手作りらしいです。両面テープで止めてるだけ。すごい自慢してきます。お帰り。これ横がトランクルームやからめっちゃ静かやん。貸し切り状態。おかいですね。おかいです。はい。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。